プロボクシング東日本新人王決勝戦フェザー級 57.1kg 以下5回戦渡辺海1回 TKO 吉田亮19日東京後楽園ホール12階級の決勝が行われ、フェザー級の渡辺海ライオンズが開始10秒吉田亮ワールドスポーツに TKO 勝ちし東日本新人王に輝いた。渡辺選手、新人王獲得おめでとうございます。いずれは、日本チャンピオン、いや世界チャンピオンを目指してほしいですね。これからの活躍に期待しています。飛び込んできた対戦相手の吉田亮、ワールドスポーツに対し、カウンター気味の右フックでダウンをダッシュ。ロープ際まで吹っ飛ばし、レフェリーストップによる、開始10秒、TKO 勝利となった。昨年も東日本新人王決勝まで勝ち上がって、来た吉田をワンパンチで倒した渡辺は、びっくりしましたね。吉田さんには一つも油断できなかった。10秒で倒せたなんてね、すごいと目を丸くした。この日は、約120人の応援団が駆けつけた。みんながいたから、こういう勝ち方ができた。気持ちが高まったというか、気合が入りました。みんなに感謝しかない。ありがとうございますと声を張り上げた。その前に18日都内での前日計量に臨み、フェザー級の渡辺海吉田亮はともにリミットの 57.1kg で一発クリアした。計量後取材に応じた渡辺は、相手は実力のある強い選手で油断できない、ごちゃごちゃしたボクシングはしたくない、倒したいですと意欲を語った。小中とサッカーもプレーしていて、走るのは得意。スタミナはありますと自信を見せた。父のリアさんはプロで11勝7個を挙げた元 A 級ボクサー。父の影響と子供の頃に WBO 世界スーパーフライ級王者井岡一人、志が2011年に領土軍タイを初回で下した試合を見て、かっこいいなと思ってと小2からボクシングを始めた。父が手にできなかった新人王のタイトルに、あと1勝。渡辺は、将来は、世界チャンピオンになりたい。まずは、東日本新人王で勝つと闘志を見せた。